わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。相変わらずせっかちだな、クロエ。言ってあげるか。ケイトのことを考えずにはいられない。まるで覚めない悪夢のよう。ごめんね、リサ。水が多すぎたよ。植物も死なせてしまうんじゃ。ケイトなんか、いろんなことがありすぎて日食のこと忘れかけてた。最近の異常気象は偶然とは思えない。それにお腹空いてるの？ほら、ご飯だよ。泣くのはおしまい。振り返ってばかりいないで前に進もう。もう疲れて死にそう。でも、姉さんのやつ、みんなサミュエルをキモいとか言ってる場合じゃないよ。さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。テレビで見る犯罪現場みたいになってる。偽善者ばかりだ。ケイトが翼を授かっていますように。
デーナもかなり応えてるみたい。ねえ、ちょっと話さない？ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。落ち込んでたのは知ってたけど、あんなに深刻だったなんて。飛び降りようとするなんて深刻どころじゃないよ。ケイトは本気だった。でもあの動画が全てじゃない。何が言いたいの、マックス。ジェファソンが校長に絞られたみたいだけど、関係あるの？今調べてるところ。でもこの学校が抱える闇を必ず明らかにしてみせるよ。怖がらせないでよ。さっきも一人こそこそ寮から抜け出してたし。え、誰のこと？ビクトリア。マックスもそのつもりでしょ？私は行かないよ、クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。おやすみ。もう疲れちゃった。あとでね。ビクトリアはいない。彼女の部屋を調べて手がかりをつかむチャンスかも。マックス、ケイトを助けに屋上に行ったの見たよ。飛び降りたなんて信じられない。信じられない？テイラーや学校のみんながいじめたから飛んだんだよ。何？私が悪いって言うの？そうだよ。じゃあどっか行って、放っておいて。私は自分のことでいっぱいいっぱいなの。今日はもう喋りたくない。マックス、ケイトを助けに屋上に行ったの見たよ。飛び降りたなんて信じられない。うん、ビクトリアも動揺してるのかな。門限が過ぎてから寮を出たみたいだけど。嘘、見たの？寮を出るときすごくビクビクしてた。どこに行くのかも教えてくれなかったよ。行き先は地獄じゃない？もう寝なきゃ。今日は長い一日だったし。またね、マックス。あんたのことも心配だよ。ケイトを助けようとしたのあんただけだし。ビクトリアがあんたについて言ってたこと間違ってた。じゃあこれから不安で眠れない夜を過ごすから、おやすみ。リンクを書いたビクトリアが一番後悔してることを願うよ。バカ騒ぎしたいだけでしょ。くだらない。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるなら、この力を失ってもいい。絶対に真実を突き止めて犯人に罪を償わせる。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるなら、この力を失ってもいい。絶対に真実を突き止めて犯人に罪を償わせる。ねえ、ちょっと話さない？
ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。今回のことはみんなの責任だと思う。マックスは違うよ。マックスだけは。デーナは十分ケイトに優しかったよ。他のみんなもそうだったらよかったのに。ビクトリアとボルテックスクラブのせいだよ。デーナ、これはビクトリアとボルテックスクラブだけの問題じゃない。何が言いたいの、マックス。ジェファソンが校長に絞られたみたいだけど、関係あるの？いろいろあるの。でもデーナまで巻き込みたくない。少なくとも今は。怖がらせないでよ。さっきも一人、こそこそ寮から抜け出してたし。え？誰のこと？ビクトリア、マックスもそのつもりでしょ？私は行かないよ。クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。おやすみ。とても悲しそう。そんな素振りを見せないようにしているけど。クロエが校舎の前で待ってるはずだ。一体何やってるんだろう。ケイトが死んだのに寮を抜け出して。キャンパスがまるでお墓みたい。校長、なんでいるの？見つかったらまずい。マックス、こそこそするならもっとうまくやりなさい。この時間は外出禁止だと分かっているだろう。ん？すみません、ケイトのことを考えてたら、その外の空気が吸いたくなって。今日は辛かっただろう。君は助けようと行動を起こした。私はどうだ。ここの責任者なのに、ケイトも学校も救えなかった。もう部屋に戻って休みなさい。ひどい一日だった。ゆっくり寝るといい。困ったな。どうやって通り抜けよう。ケイト・マーシュの家族が悲しんでるというのに、自己嫌悪に浸っている場合か。きっと大変な訴訟に。外をうろついていないで部屋に戻りなさい。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。